まずはだから本当のピッチャーが投げて真ん中の球をセンターへ打ち返すっていうのが基本的なんで、だそれはもうバッターボックスなので、これは自分でいろいろ動けるわけなんで、だこれ今ラインがないんだけど、普通に打ったらセンターへ打ち返すと この辺だよね。こうやって自分で合わせてセンター方向に、自分のその形でバットがセンター方向に行けば、このまま打てば、俺あんまりティー好きじゃないんだよこの置きティーっていうのは好きじゃないんだよこう打って、これの真ん中、はい、だいたい目安だよね。この真ん中に打っていくっていうことは、まあ、投げる人はそっちからなんだけど、ピッチャーはこっちなんで、自分でこうピッチャーのを見て、ピッチャーのセンターの方向へこう打っていくポイントっていうものを自分でこう作っていくっていう。で、今もボールっていうのはなかなか投げる人っていうのは同じとこばっかり投げないんで、やっぱりちょっとずれたりした時でも、それをセンター方向へ面を向けていくって。これを、まあ、普通にこう引っ張りたかったら面をこっちに向ければ打球はこっちへ飛んでいくんで、流そうとするとすごい難しいじゃないですか。投げても緊張するわけでしょ。でもとりあえず本当はもっとセンター打って次反対打つとしたらこっちじゃないですか。でも練習の中では本当はこういう大きなこういうところで使えばいくらでも向こうへ打てるわけじゃないですか。うん、だ枠で練習するんだったらやっぱり反対方向したらこっちだよね。だからそっちの面に同じとこでもこう自分で面を、向こうへ向けるっていう、そういう練習をすればいい。だからゴルを打ちたかったら今度こう自分のイメージでボールの頭を打っていくっていう、まあ、ここはちょっとフライは打てない。だ感覚的にこういうのは真上に打つ、ね、真上に自分でこうやって打っていくっていう、フライを打つんだったらね、そういう練習をするっていうことです。だから場所は今投げてくれてるから、投げる時っていうのはこういうイメージ的にいろんなとこちょっとコース変えてもいいです。変えてもらって、それをセンター方向にどこでもセンター方向へ打つっていう、それ最初はうまくいかないかもしれないけど、続けて練習していくっていうことですよね。あの少年野球とか行くと必ずこういうティーをやると、左の子は全部こっちなのよ、打球がこうやって。なんでそっち打っちゃうのってみんな聞くんだけど、やっぱり分かんないよね。それは自分のスイングだから、何も考えないで、さっき言ったように来たボールをただあと打っちゃうから全部こっち行っちゃう。バッティングっていうのはやっぱり自分の体から、体の近くを、体が回ってもこうやって残ってるくらいの意識しないと、こっから操作するわけですよ。これが先に出ていかないと、いろんなところにボール来たやつでも操作できないっていうことですよね。で、子供たちっていうのはヘッドが体からこうやって離れていくの早いから、どうしてもこう円形のスイングしか意識して振ってないから、打球っていうのはみんなこっち行っちゃうんですよ。だから感覚的にはまずはグリップっていうのは直線、向こうから来るんだから向こうに直線に出してって、さっき言ったように、はい、後からヘッドをこう出していけば遅れるような感じなんだけど、ボールバットが遅れて出てくるから、これをセンター方向を打てばそれに合わせて出していく、で引っ張りたかったらそこから早く出していく、流したかったらそのままボールをちょっと呼び込んだら反対方向へ行くっていう、そういうイメージだから、まずはこういうところで練習するときでも、まずは遠くても構わないから当たらないようにスイングしていくっていう。これ多分子供たちがここでスイングしたら絶対当たりますよ、こうやって回していくので、はい、だんだんこう近づいていって
当たらないようになるほどこうスイングする練習、まずは大事ですよ ね、 そうですね。いかに体の近くにバットを通してるか、はい、通ってるかっていうこういう意識、はい、自分の感覚ではここからこういうふうに出ていくんでイメージ的には楕円形なんですよ、スイングは、あの軌道はね、はい、どうしても子どもたちはここから手をこっちに引いちゃうんで、グリップの出る距離っていうのは大体もう決まってるんですよ、はい、パッとここまでしか出ないんです、あと操作するのはこっちなんで、ヘッドなんで、で一つはヘッドのボールを自分が打ちたいなと思う方向に先端を向ける意識で、引っ張ろうと思ったら引っ張る方向に出す、流したいと思ったら向こうへヘッドを出していくっていう、だこういうのを簡単にできるとやっぱりすごい自信がつくわけですよね。だそれまでにはやっぱり練習をしっかり、失敗しても構わないから思い切ってやる。だ本当はこう広いのがあれば、まあ、引っ張るとか流すとかっていうのは真正面から投げてもらったら一番いいです、ね、投げる人は緊張するけど、そうですね、僕もプロ野球でそういう練習やってきて1回だけです当てたの新聞記者のグアムでね、夜あの練習してる時に投げたいっつって、はい、でもう投げ手の近くにカンカン打って、大丈夫怖がんなくていいっつって、バーンしたら思いっきり足にバツンッとッティングピッチャーなんだと思います、ね、そうですか、だからさっき言って大体我々はこうね大きいやつで大体練習してたんで、だから本当に顔の近く打ち返したりっていうね、そういうやっぱりすごい緊張感を持ってそこに打っていくっていうのが一番身につくんですよ、まあ、それだけ意識してそこに合わせていかなきゃいけないっていうのがあるんで、だそういう練習ができると余計楽しくなるし、だ投げる人もだよく投げる人はこう投げたら逃げちゃうのよ、だその姿勢は僕は好きじゃない、だからその場にいてくれっつって、投げたら投げてくれだったらパッとこう動かないでみんなねやってくれてるの、それ見るのもまた好きだった行きそうでしょ、ただ打つんじゃなくやっぱり目標を決めてね、やっぱり打っていくって、でその目標を決めた方向にしっかり面が出てるかどうかっていうのを確認しないと、やっぱり自分の思ったところにやっぱり打てないし、で自分の思ったところに打てるってこういう T ではもう 100% できるんですよ。そこそこ高校生とか大学生とか社会人なんかはやっぱり T では多分自分の思ったところいけると思いますよね。今度それが 100% できるようになったものをフリーバッティングで同じように 100% できたとしても、いざ試合になったら10割は打てないわけですよ、まあ、我々みたいにプロとアマチュアじゃこうシーズンの長さがね、戦っていく長さと試合数が違うんだけど、結局はやっぱりアマチュアの人でも大会になればまあ5試合とかそんなもんじゃないですか、6試合とかやって、うん、だからその中で何割打てるかっていう、だから5、6試合なんだからやっぱり本当に5割6割くらい打っていかないと、それが今度プロ来た時には140試合とか144試合通してやった時にどのくらい打てるかっていうことになるんで、特にアマチュアの人っていうのは本当に短い試合数であっても本当に5割6割くらい打てるくらいのものにしておかないとなかなか苦しいよね。やっぱり3割とかだったら全然ダメだと思うよね、プロ入ってきたらね。だから我々も本当にここで 100% フリーバッティング 100% できても、いざ試合になったら3割ね5分まで打つのも大変なわけだから、だからいかにこの T とかが大事かっていうのを意識しながら練習するっていうことでね、特にアマチュアの若い小学生なんかでもやっぱり最初が肝心なんで、だからそれができるようになれば多分楽しくなってくると思うんですよ。よくやっぱり野球っていうのは楽しくやんなきゃダメだよっつっても、取ったり投げれたり自分の思ったとこ投げれたりとか打ったりできなきゃやっぱり楽しくできないと思うんだよね。よくチームの中で言うじゃないですか、うちはもう楽しくやればいいんだっつって、でもやっぱりそれは楽しくやるのはいいけど、選手を個々をしっかりとそういうふうに技術アップしていかないとやっぱり楽しくできないと思うんだよね。
だからその辺もしっかりとやっぱり教える方も技術っていうものをそれが1ヶ月2ヶ月3ヶ月経った時にやっぱり周りから見てもちょっと変わってきたなっていうのをやっぱり見せないと預けてる親なんかはやっぱりつまんないと思うんだよね。で一番つまんないのは本人だと思う、うん、だそういうものをやっぱり教える方っていうのは特に意識させて楽しくやる中に技術アップをやっぱり入れていかなきゃいけないと思うよね。まあ練習の仕方はもっとたくさんあるんですよ、うん、だからさっき言った走り打ちの走り打ちの人もさ、はい、やっぱりその練習方法っていうのはやっぱりいつも同じとこ打って走り打ちってできないと思うんですよ。この辺に落ちるような感覚で持っていいよ前で、はい、こうやって普通に打つじゃんね、こうやって普通に届いちゃうんで、これ届きそうもないここをこう走り打ちする練習っていうのはね、これ普通に投げてこれはやっぱりできないもん、はい、いい球来たやつは走り打ちはやっぱりできないもん、さっきみたいに届かないとこをさこうやって打ちに行くんだったらできると思うんだよね、うん、だからそこをどういうふうにその指導者は見て教えてるのかと思うんだよね。今みたいに低めっていうのはただ低いのを打つんじゃなく、やっぱ左バッターだったら低いのを打つんだったらこの膝の使い方、はい、だよくステップで最近の子っていうのはみんなこういう形でステップするか、大体がもうこうやってつくんだよね。親指の付け根でこういうふうにステップできないんですよ。大体もうこうやって下が全部ついちゃう、これだとやっぱり ねじることできないんで、やっぱり付け根に行ってやっぱりつま先がやっぱある程度45度くらいに開いて回転しないと腰が回らないんで、どうしてもやっぱりこうやってかかとから出ていっちゃうんだよね。こうやって親指からついてみなっつったらこうやってつくんだよね。だから逆にもうこのままでついて振ったら腰回らないじゃないですか。腰回らないのと抜けたボールに対してはこっちしかいけないのよ、自分の正面しか。だこれが45度くらいで膝が曲がればやっぱりボールの来る方に体が寄っていけるから、そういう低いボールでもアジャストできるようになるんで、だからそういうステップも大事だよね。子供は教えるのはこうやって膝がやっぱりフェアグラウンドの方向に入っていくような膝の形しないと、どうしてもこうやって入っちゃうんで、ずっと膝が自分の正面向いて振っちゃったりするんで、その辺のこともやっぱりしっかり教えないと、最初が大事だよね、子供の小さい時から。もう一つ言えば、もう腰を全部腰を回せ腰を回せってよく言うでしょ。だから両方の腰を回すからこうやって膝が伸びちゃうの、こうやって両方の腰を回すから。俺なんかはもうステップした足は仕事終わりなんですよ。ステップすると必ずこの腰でしょ、膝の形でしょ、ただあと回すの後ろだけだもん。そうすると膝って伸びない。まずは膝の伸びないスイングをしないと、実際はねボールを飛ばすのは膝伸ばすんですよ。こうやって飛ばす難しいでしょ。でも球界内で小笠原とかもともとそういうパンチもあるし、だからやっぱり膝を曲げてスイングできてインパクトの時にバーンって膝が伸びることによって自分とボールとの距離がこう取れるから、それでバットが出ていくから反発力も大きくなっていくからボールって飛んでいくんで、まずはやっぱりスイングっていうのはしっかり自分のステップこうやってする人いないもんね。うん、ステップっていうのは前足っていうのはしっかりこの形ができているんで、まずはこの形を作って、でそれから今度体を回すときは後ろの腰だけを回すイメージしておかないとまたブレちゃうっていうこと。投げるのも一緒で、やっぱり強く投げるにはどういうふうに構えたらいいかって、それをどんな時でもやっぱり作れれば強いものは投げれるっていうことと、打つ時もだから一緒ですよ。強い打球を打つときに
これじゃ打てないし、やっぱり自分の中ですごく強く打てそうだなっていう形をステップでまずは作ることだよね。それが大事だということです。 OK、 ありがとうございました。